お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。なんかみどりちゃんに仕事したら呼び出された、はい、呼び出されましたね。なんすか、なんすか、ちょっとあのお願い事があって。怖いね。怖っ。なんかめっちゃ深刻そうな顔で言ってくるからさ、くらやない。絶対良くないことやろこれ。とりあえず話聞くわ。何？え、あのちょっと社長のお車を、うん、こちら、はい、アルファードさん、こすってしまいまして。マジ？どこ？ちなみにどこ？あの反対側なんですけど、うん、あのタイヤあたり、これ？これ？そうです。え、ここからうわーザーってやってる。そう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 、ここまで。そう、多分やい、やってる。やっちゃいましたね。やっちゃった。やった。やったぜ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 。どうやってさ、やった？自分の借りてる月決めの入り口に電柱がなんか入り口の左側に立ってて、もうもともと入れにくい状況で、でさらになんか最近その駐車場の入り口にアルファード、別のアルファードが止まってて入りにくくなってて、あ、幅あるしみたいな。そうそうそう、幅あるしみたいな。で出っ張ってるからなんか結構、あ、やばいわこれと思って、なんか近くなってて、でも行けるかなと思って発信してたら、スーってなっちゃって。スーですか？電柱に。そう、はい。でなんかその時音楽もあの車の中で流してて、なんかあんまスーって音が聞こえなくて、なんか当たったんかなみたいな、なんか当たってる感触がなくて運転してる時に、でもなんかサイドミラー見たら、なんか当たってそうなぐらいもう近くて車と電柱が、でちょっとバックとかしようとしたら、やっぱスーって言ってて、でそれをちょっとスーみたいな、あ、1億くらいしちゃって、無駄に無駄にしちゃった。1数だけで2数ぐらいしちゃったってこと？うん、多分バックし行って1億半ぐらいしちゃったかもな。マジ？シュッシュッシュッぐらいまで。マジマジですか？で、何なんですか？一緒に謝ってほしいなと思って。今からに謝りに行くってこと？そう、私たちぶつけてないのに。だったら多分あれですよ、テレの方がいいですよ。うん、いやいやいや、いい、いや絶対そっちの方がいいです。いや、いい、そう、社長に今ちょっとなんかそういう報告をして、テッテレだったけどガチだったみたいな。ガチドッキリみたいな。テッテレみたいな。テッテレいらない、いらない。上で、上でいいよな、うん、ぶつけちゃいましたって言って、うん、嘘ってなるじゃないですか。うんうんうん、いや嘘ですよとか言って、うんうん、社長もう一回見に来るじゃないですか。うんうん、本当かみたいな、うんうんうん、でパッと見て、おい、ガチやった。テッテレいいっすね、うん、よくない、よくない、完璧な作戦。でもだって普通にさ、謝りに行ったらまあいいけどさ、まあそれでさ、何再生稼げて、ね、ね、修理代が入るかもしれんやんな。その無限に事故れますよ。やばい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 、無限に事故れる。この二人呼ぶんじゃなかったわ。呼んだ人間違えた。自分で一人で謝ってこればよかった。間違えた、レイミちゃんとか連れてった方がよかった。あ、そうだった。でもしまった。車に関しては社長ちょっとあれですもんね、あの僕ともう一人いたあのカメラマン、ちょっと あったね、こすった事件。そうっす、あったな、うん、クラウンこすっちゃったみたいな、まああれどっちが犯人でもなかったんですけど、なんかすごい、なかなかあれやばかったよね。結構切れてなかった？めちゃくちゃ怒ってる。だからやばいっすよ今回。そうなんや。は？はなおさらじゃあもう、いや、なんでネタで行くんですよ。意味わかる。そう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 、マジ意味わからん。だからこそ、うん、社長楽しいの好きなんで。そうやな、それでちょっと面白おかしくすれば、はい、まあ、狂ってんなこの二人。お話が、みどりさんからお話が、はい、社長のアルファード、スリスリしちゃいました。スリスリ、何それ、スリスリって何言ってんだよ、お前。何言ってんの、ネタが分からんとしたらね、ドッキリでもないでしょ。何、何なのこれ、何なんて、なんか伝えたいことがあるからついてこいって言われて。何スリスリって。電柱にスリスリしちゃいました。電柱っていうこと？電信柱に。無事なの？ちょっとスッとこれ何したのね。何で言うこと、何で言うこと、撮影したのお前。いや、カメラ回ってた方があれかなと思って。ドッキリだろ、変なネタ出しちゃうの。いや、何お前、ドッキリだろ、だね、もういいって。ドッキリです。つまらんそう。ドッキリです。あ、なるほど、はい、何してほしいの、一応見てほしいの、どういう機会が。いや、はい、あ、いや、なんか普通に社長の、うん、なんだろう、助けなくてブチギレるみたいなんで、どうせいたずらからかしらでしょ。で、なんかブチギレたら面白いかなみたいな感じやんな。そうっす、はい、いや、クマみたいなブチギレたれるけど、もうどうせいたずらでマジックとかで書いてるんだろう。あもうダメだ、社長の目はもうお任せです。いや、なんか前、クラウン編集長とかがスッターとか
ていう動画上げたじゃないですか。で結構なんか深刻そうに怒ってたんで、今回もやったらあれは本当にぶち切れたんじゃないですか。あれ聞いてる感じだったっけ。分かんない、分からんまんまか、分かんないまんま、もしかしたら俺かもしれないなって言ってたやつだろ、はい、なんかその車の時結構深刻そうだったんで。深刻でしょ、それ車ぶつけるのってありえんでしょ。これからでしょ、見た方がいいの。そうですね、ネタめちゃくちゃ何やったの、何にした、見た方がいい。めちゃくちゃ面白いですよね、ネタ、ね、仕込みネタ、めっちゃおもろい、仕込みネタがみどりちゃんやったらしくて、それめちゃくちゃ面白いですよ。みーちゃん、もうええってジョギングでも行こうぜ。ジョギングですか。おー、ジョギング、お疲れ様です。お疲れ様です。昨日終わってどこ、あの、あ、内装、内装、あ、ほんと、ね、簡単に上がってくるわ。カメラ回ってないかな。あー、普段から前髪、前髪いいなあのチロ、死って書いてある、死って書いてある、おでこ、おでこに今日のワンポイントですか。何だったの、カメラ回ってしなかったの、人だ、知らんすよ、いつも結局内装もいきなりなんかこうやっちゃってるもんできるって。あ、私がちょっと屋上行った際にちょっと撮っとこうと思って。あれ屋上って家繋がってんの。1個だけで証拠でいいのか、2個、2機かけるか。いや、1個で全部繋がってます。車も入るでしょ。はい、竹下さん、こいつらがドッキリやってるけど、もうバレバレのドッキリやってるバレバレのドッキリ。何やった、何、どこは。どういうこと、ちょっと分かりづらいって、お前。痛い。分かりづらい。イエス、フォーリンラブ。どこで俺は反応してんの。誰が企画したの。何これ、結局何分からんだよ。え、分かんなかったですか。何もやった。いや、社長なら気づくと思うんですけど。多分すぐ分かる。見れば分かると思うんですけど。あ、これぶつけとるね。え、本当にぶつけた。どういうこと。すいません。まあ、てってれですね。てってれじゃねえ。そのガチドッキリというか。あ、はい。ドッキリのドッキリ。あ、どういうこと。ありましたーみたいな。いや、まあ、意味がわからない。何もないって言ったじゃないですか。うん。まあ、でも、あ、ほんまはあるよみたいな感じ。これぶつけとるよね。すいません。本当にぶつけとるでしょ。やったの、わざと。わざとじゃないです。何のガチドッキリということ。いや、ガチじゃなくてドッキリじゃないじゃん。はい、私、まあ、二重ドッキリでもうガチに戻るみたいな感じですね。そうです全然、まあ、ちょっと何やっとんの。いや、私は正直に謝りたかったんですよ。ただお前カメラ見て喋るのやめろ。俺の目見て喋るなよ、お前。すいません、無償に立っとんなもんね。ずっとこのモニター見て俺喋りかけてるから。あのモニターに映ってる社長に喋りかけてる。俺は言えないか、お前。シリか、この野郎。はい、すいません。何お前モニターに向かってずっと喋りかけて、こいつ目を遅いんだ。さっきこっちの社長と喋ってました。ずっと目から思っとったよ俺、お前ずっと画面。あ、ごめんなさい。何、そのためにそれ買ったんだろう、こうやって喋りやすいように、はい、俺が使うために買ったんだろう。そうですね。やばいっすね。フォローしてんの、フォローしてんの、オッケー、フォローしてんの。いや、フォロー、あ、誰だこの言い出しっぺ。言い出しっぺ、ちょっと邪魔だ。はい。出てきた。いや、あの、私は擦ってしまったのは本当で。お前どこ見て喋ってんだ。すいません、すいません、おい。すいません。ちょ、本当にお前笑いことじゃねえぞ。はい、カメラ回して謝りに来て。はい、どういうこと、リアルってことでしょ、あんな完全に。はい、ぶつけたのはリアルみたいですね、みどりちゃんがぶつけちゃって。いや、でも聞いてること。いや、あの、私は丁寧に謝りたかったんですけど。謝りたかったんだけど、なんてどうでもいいんだよね。あ、ごめんなさい、あの、どうなってるかというと、人生は一つしかないでしょ、はい、もう一つの人生あるの、なんとかなんとかみたいなやつあるでしょ、宇宙のもう一つがあるみたいな。パラレルワード、パラレルワードの話してんの。ほら、はい、緑。私はパラレルワールドのもう一人は、私はちゃんと謝ってるって言ってんの、それ。はい、そうです。こんなもん俺に向けては、お前顔出せ、ちょ、お前顔出せ、ちょ、もう、おい、おい。やろう、何やそれ、何やこれ。はい、これ持ってきて謝って。私は誰がぶつけたの。まさかリリーじゃない。いや、みどりちゃん。リリーちゃんです。え、それはひどい。ひどいよな。それは最初です。ひどいわ。しばきやぞ。ぶつけたの、あの、
ちょっとかあのあれを乗って帰った時です。あ？アルファード乗って帰宅した際に、うん、いつ1週間前ぐらいですかね。なんで言わんかったの？あ、LINE には入れたんですけど。誰の？社長です。ドッキリこれ。どういうこと？俺の LINE 入れた？はい。本当に？はい、あの乗り気づかったってこと？いや、なんか既読になった。また後で確認しとくねって言って返信した。はい、本当にすいません。そう、ね、リリちゃん相談があった。ちょっとネタにしたいって言って。そうです。違います、違う、違う。ちょっと僕ら2人呼ばれて、あのなんか ネタで行けば大丈夫だよねみたいな感じで見るじゃないですかね。違います、違います。違います、違います。それは嘘です。絶対本当。違います。私は本当にしっかり謝りたくて、うん、ちょっと1人では心細いんで、うん、2人呼んだんですけど、なんか2人が調子乗り始めて、ネタにしよう、ネタにしようとか言って。お前それパラレルワールドの話しちゃうんかい？違いますよ、現実。パラレルワールドのもう一つの世界の話しちゃうんかい？違います。これは本当です。何の話やじゃん。二人が調子に乗った。いや、別に違うよ。私は、うん、なんか、あ、謝るのねって言って、うん、伊藤くんがネタにしようって言ったら、みどりちゃんが、あ、いいやんとか言ったんですよ。伊藤がネタにしようって言っていいで、提案したらみどりちゃんがそれに乗ったんですよ。そうそうそう。言いそうですね。二人でネタにしようって話して、まあ、どうせカメラ。いやいや、ここの二人よ。まあ、動画になったら分かるんでね。どの道。すいませんでした。すいませんでした。前だけど本当ちょっとさすがにこれはやめ方が違うんじゃないか。はい、どうもすいません。二人がごめんなさい。それは YouTube だもんね。言うわさ。そうそう、うん、それで YouTuber なんだ俺たち。謝れよ。ごめんなさい。お前何ちょっと出てる感じ、何出てる感じさせたんだよお前。何出てる感じさせたんだよ。何出てる感じさせたんだよ。ごめんなさい、ごめんなさい。お前今こいつに向かって謝っただろ、お前。ああモニターに向かってこいつに向かってこうやって謝っとったよね、今、これ完全に。すいませんでした。すいませんでした。っておかしいでしょ、お前。なんで俺こんな自分の車をぶつけられて、お前。謝られて。なんか不手ごっこお前カメラ向かって、ゆきずびずびしてる。社長ーって。お前そこがパラレルワールドちゃうんかい。ごめん、めちゃくちゃやんけ。はい、ごめんなさい、本当に。これもう終わり？これだけ？そうでございます。いやお父さん、お母さん、笑うか。マジ怒られますよ。もうそろそろマジで怒られますよ。やばい、やばい、やばい、やばい。大丈夫、大丈夫。これぐらい OK。 これぐらい OK。 これ今カットの話。あ、カットで。これぐらい大丈夫。いや、大丈夫。あ、大丈夫じゃない。お母さんの代表も私個人的に。あ、個人的に。すみません。動画上げてる？最近上げてるんですか？最近上げてないです。すみません。すみません。すみません。撮影が追いついてないの？編集が追いついてないです。嘘つくな、お前。はい。いや、ガチです。あ、マジ？登録者って言うんじゃん。6000人ぐらいです。すごいね。1ヶ月やってないでしょ。いや、1ヶ月経ちました。動画本数何本で？何本？ 10ぐらいじゃないですか、ね、10ぐらいかな。はい、そこまでいったらすごいな。すごいすごい。そうですね、塗り替え道場がすごいからですよ。うん、でもどんどん上げてきゃ一気に上がってくるね。はい、せっかくもう週1回もされてると思うね。されてますね、はい。もう何百本って上げて6000人いってないんですか？いっぱいおるよね。そうですね。塗り替え道場すごいんですよ。そうよね。もう本当に足場半チャンネル、リリーチャンネル、あ、違うね。会社員もたいになるよ。もう本当に本名でやってるぐらいプライベートを出してそうです、ねはい、まただでリリーちゃんとは違うキャラだよね。リリーちゃんっていうのはやっぱ塗り替え道場のキャラで、はい、ちょっと強い女性とか、ね、このままじゃこのままですけどね。あっちはあっちでも別にキャラは違う。キャラは違う。もうあれだってなんか本当にプライベート感じゃん。まあそうですね、はい、それはそれでまたね面白い一面もあるし、足場もそうだよね。やっぱ俺がおるところとおらんところってやっぱちょっと雰囲気違うじゃん。はい。はい、案外こいつ喋るんだなみたいな。はい、そっちの方もぜひ見てください。はい。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。